の低い分すぐ来る、はい、あ届いてきましたプロレスでサウナ、はい、But nothing makes sense anymore。さあということで今日は藤森慎吾の有楽町サウナクラブサポーテッドバイ&サウナのラジオ番組収録2回目でございます、はい、反応ありました？すごいありました、うん、サウナ好きの周りのお友達からもすごい、はい、っていう。ちょっと待ってください、朝早すぎてちょっと会話だ5時40分だからね。でも見てくださってる方のコメントが想像以上に温かくて、うん、はいはいはい、嬉しかったです。確かにね、はい、てかこの番組が始まったことによっておよそもう7割ぐらいで今サウナの仕事です、はい、私は、ね、はい、サウナキャリアハイですはい、どんどん変わって、もう焼けてるでしょう。え、なんでこんなに焼けてるんですか？なんか夏遊ばれてたんですかって。これサウナロケで焼けてますから。そうなんですね、はい、私はてっきりゴルフかと思いましたはい、さあということで、はい、今日もですねサウナに入ってからラジオ収録に行くというね、はい、そういうパターンでございますけども、今日は、うん、三田にあるパラダイスさん、はい、っていうサウナなんですけども、気になってました。あの男性の方限定なんですよね、ここが、はいはいはい、で月に3回ぐらいレディースデーがあって、うん、あまだこれでなかった、はい、じゃあちょうどよかったね。ちょうどよかった、嬉しい。なんかもともとは万歳湯という銭湯だったらしいんですけど、うん、そこを1回ですね居酒屋さんに変えたって、文福という居酒屋さんに変えて、で今度パラダイスという、あのなんかリフォームしてサウナ施設にしたという、はい、で中はなんか従業員の皆さんだけで結構1年ぐらいかけて、リフォームしたということで、すごいこだわりが詰まったしか感じないですね、うん、これ。じゃあ早速ね、今日このパラダイスさんで、はい、ラジオのお相手となるゲストさんもお待ちしてるみたいなんで、はい、行ってみましょう。誰でしょう、行きましょう。They're singing their love song And they sing it kind of beautiful Calling each other sweetheart I promise nobody can get in their way Or steal the show They're in love now And I wanted you to know さあ決めました、ね、まずはちょっとゲストさんとの仲を整えていきましょう、はい、行きましょう、はい、ここはサウナまでの道のりを極楽浄土をテーマとしてやってみたいで、なんかいいねこの木の感じの更衣室もいいですね、おしゃれな。嘘、どういうことですか？インパクトのあるゲストさん、これ待ち方してますけれども、どうやらあの方が本日のゲストの、ここは銭湯ですよね。いらっしゃいますけど、はい、初めてこの魔女個室にも入りました。素晴らしいこのお体。ありがとうございます。ねえ、すごい。鍛え上げられたこのお体で、はい、で、ゆうやさん当然やはりじゃあもうサウナ好きと。はい、そうなんです。サウナが好きすぎて、はい、もうプロレスラー以外の仕事だと、はい、サウナの仕事なんかも多いですね。なんかライフスタイル似てます。そうだ。慣れそうな、はい、慣れそうです、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとまずこの施設内見てね、はい、終わりましょう。こっち側が今度で、向こうが全部水風呂らしいですか。15度以下のものと16度の水風呂、ちょうどいい設定の水風呂。なんかいいですね、この観客席みたいに見えます。そうですね、だからもう全然ここでジャイアムできます。できますか。ここまで全然できます。なるほど、2階が個室。そうなんですよ。これとも作ったのかな。まあ、線路に2階席ってのはないんですか。ないですよ。すごいな。畳出しの上、すごい。整いスペースもすごいゆったりしてる。ないですね、畳っていいですね、うん、とってもいい。え、広
広。何これ。え、何これ。最先端。いわゆる銭湯のこれ。壁画が。プロジェクターだ。ここからエプソンが投影してます。あれが変えられるんだ、プロジェクターだから。面白いね、いろんなイベントもできそうですよ、ね、本当にプロレスのイベントもバッチリですね。ちょっと後でご相談させてもらって。個室サウナと普通のサウナあるんですか。何これ、すごい。え、1、2、3、4、5、5個もあるんだ。めちゃくちゃいい匂い。すごい。確かにもうなんかアロマの香り、アロマの匂いがすごいですね、うん、じゃあ、あら、素敵じゃないですか。セルフロウリュも、うんうん、個室サウナって結構先々に予約して待たないといけなかったりしますけど、うん、それがもう気軽なのがめちゃくちゃいいですね。パッと来て、すごい。じゃあちょっと移動してみましょうか。はい、よし、入りましょう。はい、ちょっと改めて、でも今日、はい、初めまして。初めましてよ。このサウナ自体はいつ頃から入られてるんですか。サウナは2018年の熊本巡業、僕サウナ全く知らなくて、熊本には西の聖地がある有名なリラックスっていうところがあるから行こうよって言われたんですよ。で、僕サウナのイメージあんまり当時よくなくて、まあ、巡業中にしんどいのにサウナって思ってたんだけど、一発行ったらもうそっから行く、まあユニット組んでサウナの番組いっぱい出させてもらって、そうなんです。サウナカミーナ、はい、プロレス界に来てのじゃあサウナシンガーですね、はい、これはちょっと楽しみですよ、うん、また新たな、ね、入り方があるんだ、はい、さあじゃあサウナいただきましょう、はい、いただきましょう、はい、あ、畳、畳、あ、ありがとう、あ、これがサウナ、ありがとうございます。いろんな畳だったね、広くてすごいいい香り。あ、そう、めちゃくちゃいいコンディションじゃん。めちゃくちゃいい、広い、いい匂い、匂いがすごいですね、香りが、すごくいい香りします。湿度も温度もちょうどいい、これ。ちょうどいい。さあ、サウナ室がこれまずはゆったり、うん、本当に20人ぐらい入りそうな、うん、広い、広い。で、一応あそこにはね、最上段3段目も、ね、ありますね。おさの目が座れるですね、はい、セルフロウリュもできるサウナストーブということで、すごいですよ。これロウリュしたこれすごいですよ。ほんとここは多分もうサウナにめちゃくちゃ慣れてる人じゃないと行きたいっすね。これそうで行きたくなっちゃうんですよね、結局。行きたい。めちゃくちゃ分かるよ。サウナ室内には時計は置いていないみたいです。うん、確かに。ほんとだ。確かに。ご自身の良き時に出ていただくこと。上野さんのサウナカミーナ、はい、うん、っていうのは改めてどういう活動なんですか。まあ、そうですね、僕たちのサウナカミナのコンセプトとしてはプロレスでサウナを盛り上げる、はい、で僕たちサウナでプロレスを盛り上げるっていうのがまあ結構基本理念というか、うん、いいですね、とにかくやっぱ、まあ、サウナ室のようにもうプロレスも盛り上げたい、僕らから熱を上げていきたいっていうのがあって、はい、メンバーは何人いらっしゃる。メンバー5人。そのメンバーの中に竹下幸之助っていうのがいて、僕と勝俣俊馬、はい、と僕っていうのを3人で誘ったところがユラックスが、ここの DDT サウナ部っていうところがまず始まりで、このメンバーで試合したら結構強いんじゃないかやっぱもう自分で言うのもなんですけど、サウナ神が大活躍で。なんかあるんですか、それぞれ担当みたいな。僕はシャワー担当、ツッコミ担当。あ、なるほど。洗い流すっていう、はいはいはい、はい、汗とか、まあ、サウナに入る前の不純物を洗い流す。試合でサウナのようにまず熱を上げて、はい、お客さんポカポカさせて、はい、でも帰り道が外気浴なんですけど、じゃあ水風呂はどこにあるって考えた時にマイクで滑るしかないんじゃないか調整的に体をしやすい、はい、そういう活動でサウナとプロレスを両方こう盛り上げようっていうのやってますね。じゃあちょっとセルフロウリュいいやりますか。みずちゃんいいよ、お願いして。あ、いいんですか。私セルフロウリュを人がやってくれるとドキドキするんですよね。結構その人のちょっとライフスタイルとかもそうなんですけど性格プレッシャーが静かにジューッといくのが一気にバシャンといくのか。あ、そうですね、いきますね。では、はい、お願いします。わー、どうですか、いい音。天井低い分すぐ来る、はい、あ、届いてきました。うわ、いい香り。レモングラスみたいな。グラスか、超いい匂い。
爽やか。爽やか。さっきまでちょっとやっぱりカラッとしてたの今グッとまた熱上がりますね。湿度が。水風呂いただきましょうか。じゃあいただきますか。今この2つある水風呂どっち行こうかなっていうのもね。いやどうしよう。でもとりあえず俺16度行こう。私も私はシングルを言われちゃっていいですか。はい、来た来た来た。うわシングルどうすか。いやまあ来てる来てる痛い。来てる来てる来てる。気持ちいい気持ちいい。ちょうどいい。あ、16度いいかも。じゃあ、大丈夫。みんなが入りきる前に水風呂ごっちゃでした。水風呂ごっちゃでした。はい、元気だよ。いい。閉まる。うん、気持ちいい。こっちが16度。冷たいですね。結構冷たいね。キンキン。あ、今。あ、冷たい。めちゃくちゃ気持ちいい。あー、やばい、やすぎた、やばい、整いゾンビになってますけど。休憩場所に行きましょう。行きましょう。いや、気持ちいい。まさにまさにパラダイスですね。この足元の畳っていうのの温かさ、これすごいですね。温かいですね。音聞くのいいですよね。ね、滑ってる時の水の音っていうんですね。ああ、滝がね、頭からふるーって浴び、ああもう想像するだけで。この後ラジオのね収録しますんで。一つよろしくお願いします。結構話したいこととか伝えたいこと考えてきたんですけど、はい、汗として全部流れました。なんかそれがでもいいのかもしれないですね。そうだ、それでもまっさらになった時に出てくる本当の言葉が聞けたら、はい、いいです。この後のラジオの収録中にですね、このパラダイスさんにまつわるクイズが出題されるみたいなので、皆さんもしっかりこの施設内のことをね頭刻んでおいてください。ラジオでも整えましょう。はい、お願いします。お願いします。アンドサウナでは私たちも使っているこのサウナハットやオリジナルグッズを発売中です。いろんな種類があるので詳しくは概要欄をチェックしてね。